本日は紅茶豚、紅茶で豚肩ロースを煮るんですが、人気の入った圧力鍋で煮込んでいきます。ある程度の大きさに切りますね。半分ぐらいかな。圧力鍋に大きい、簡単ですね。お肉がこんなものかな。よいしょ。本当はローリエとかあったら一緒に煮たいのですが、とりあえずこれで、で後で自分の場合は、タレにつけます。一回これで煮ます。はい、こちらにタレを作っていこうと思います。お醤油、めんつゆ、みりん、お酒、はい、これを一回ここに先ほどのタレと若干のお水を入れて、もう一煮立ちさせます。ここに先ほどの汁ごと入れていきます。